いわゆる良質な生産は畑と種で決まりますよ。まあまあ例えがね適切かどうか分かりませんが、母は大地、母なる大地と呼ばれます。そして種をまく、その母なる大地に種をまく、実り、いわゆる子孫が生まれてくるっていうふうな生命の誕生、ここの部分で、まあ、あえて、土をお母さん母だとするならば、そこに種を入れる、いわゆるこれ人間動物も一緒ですよね、母体に精子を入れることによって生命が誕生する。もう全くこれは同じことが、まあ、農業でも行われるわけです。じゃあここでどうでしょう、お母さんがものすごく、虚弱体質だったり、もともと何かしらのお病気を持ってらっしゃったりする、そこに健全な種を植えたところで健康的な赤ちゃんは生まれてくるでしょうか、みたいな話になるわけです。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。いつもご覧いただきましてありがとうございます。農美事会を運営しています山下博之です。さあ今日もですね、農作業しながらでも結構ですので、こちらの農を一緒に耕していきたいと思います。さあそれでは本日のテーマはこちらになります。失礼しました、こちらね、新規農業者が農業だけで生計を成り立たせる講座っていうのをね、まあ、今シリーズでお届けしていますけど、まあまあ第11回というか長いですね。で今回ですね、良質生産の進めということで、本当珍しくまあ栽培に関する話はねちょっとしようと思ってるんですけど、まあこの話に入る前に、実は第34回伸びセミナーね、これ再三ご案内してますけど、いよいよ6月の9日です。まあ、この動画ね何日見てらっしゃるかわからないんですけど、まあ、もう、間近となっていますので、まだお申し込みいただいてない方はぜひね、お申し込みください。今回ですね、小川さん、まあ、小川さんって農業コンサルですごくね、いろんな農業詳しい方いらっしゃるんですけど、まあ、その小川さんが考えるトマト栽培ということで、あくまでトマト種としてお話をするんですけど、まあ、全てに網羅します。まあ、もちろん光合成の話から土の下の話、水分の話、まあ、いろんな角度からこの栽培に関してどうやったら収品率、まあ、収品率が上げるっていうか、まあ、いわゆる良質な農産物ができるのかって、このメカニズムを一旦整理して、まあ、皆さん方にまあロジカルに、理論的に詳しくねお伝えしようというようなセミナーを行います。でこれ山下できないのかって言ったら、私もまあできないことはないけど、やっぱり小川さんもめちゃくちゃ詳しいです。で小川さんの話聞くと、なるほど、あそういう理屈でこんな風になってたんだ、あだから水控えなきゃいけないんだ、あだから葉っぱをこう摘まなきゃいけないんだ、あだから節間が大事なんだ、あだから根っこが大事なんだっていう風に、あすいませんね、これ野菜とか植物の話です、すいません、畜産農家の方とはちょっとねこれ関係ない話になっちゃうかもしれませんけど、なるほど、ものの原理原則というのは、あこんな風な原理があるからこんな風になってるんだっていうことで、原因があって結果があるっていう、この因果の法則、まあ因果の法則っていうのはちょっと大きな話になりますけど、とにかく何かしら理由があるんだと、原因がないやつはないんだってことは、どういったファクター、どういった環境、どういった、ものが影響して今に至ってるのかって、こういうのをね、やっぱり我々農業者、生産者のプロ、生産物を作るプロとしてはある程度最低限の知識教養っていうものはやっぱり持っておかないといけないということで、今回6月9日ですね、19時からとズームで行います。ぜひここでね、あなるほどということで知識をね、まあ、入れていただければいいなと思ってます。でちなみに農美事VIP 会員というのをご登録いただければ、これ毎月ね農美事セミナーやってますんで、これご参加無料でいただけますんで、まあ、ぜひねこちらの農美事VIP 会員に、まあ、ご登録いただきたいんですけど、いや今回だけ参加したいよという方は、農美事セミナー受講券というものをねお求めいただけると、Zoom の参加 ID が届けられますので、そちらで、まあ、時間になったらご参加ください。もちろん顔出し NG の方も全然結構ですよ。で万が一申し込んだんだけど当日受講できないやっていう方にはですね、お申し込みいただいた方と農美事VIP会の方は当然のことながら終わった後、その動画をですね URL、見れるようにアーカイブで見れるようにお届けしますので、そこをご安心ください。さあということで、いよいよね今日話、この良質生産の進めということで、これ結論言うとですね、まあ、栽培管理の話をしているんですけども、答えは農地の話ですこれすごくシンプルで、まあ、農地がダメだったらいくら頑張っても農産物はいいものできないよって、もう今日の話それだけです。山下さん何、もうそんなの当たり前じゃんって思われるかもしれないんだけど、これベースであるのが、まあ、例えば新規農業者とか、私もともと企業の農業参入っていうね、本当に農業に縁もゆかりもなかった人が農業を始める、まあ、そういったものをサポートします。ところがそういうゼロベースでやる人たちが
農業を始める人たちが最初にぶち当たる壁っていうのがやっぱり農地の取得なんですよね。我々農家は農家という、まあフィールドの中で生きていきますので、誰がどこの畑で何を作ってるか大体分かっている。そして、 あそこの畑が空いている、ねね、あのおじちゃんあそこ空いてるんだったらちょっと僕にも貸してくれないって言ったら、なんとなく暗黙の了解で情報がこう知れ渡ってて、どこで誰が何を作ってて、あそこの畑がいいものができる、あそこはちょっと日当たりが悪いなどなど、なんとなくインプットされてますよね。でそこで、自分の農地をも使わなくなったご高齢の先輩方は、ちょっと お前ちょっとほらうちもちょっと腰痛いからここ作んないからお前作れよっていうことで畑をね管理するように言われたり、もしくは例えばごぼう農家とかあれ連作できないんでちょっと畑を順番にこう交代交代使い、ね、違う農家さんと解雇しながら使ったりとか、まあ、そんな風に我々農村の農業地域の人間というのは暗黙の了解でそういうことができているんですが、ことのほか今から始めますよ、今始めたばっかりですよ、私は農業に縁もゆかりもありませんでしたよという方々が農業を始めるとなると、農地をどこでどうやって手に入れればいいんだ、あれ買えるの借り入れるのどんな仕組みってもさっぱり分かんないんですよね。でそこで、まあ、仕方なく県だったり自治体だったり、すいません農業始めたいと思うんですけれども、どっかで農地貸してくれるところってあるんですかねって言うけど、そうですねって言って、実は自治体もあるようでない、あるようでない。じゃあ農地を管理しているところどこかというと、これ農業委員会というところになるんですね。で各自治体にある農業委員会という独立組織があるんですけれども、この農業委員会というのがその農地というのを管理している。これ良くも悪くもこの農地というものが乱開発されたり、ね、ビルが建ったり、建設業者の土場置き場になったりとかっていうふうに、農地を農地として、持続継続的に未来の子どもたちのために、まあ子どもたちだけではない、未来の日本のために農地が乱開発されないために、農地は農地として維持継続させていこうというようなもとに、この農業委員会という人たちがまあ言ってみれば、まあ、見張ってるというか監視してるというか、保持してるというか、まあ、そういうところがあるわけです。でそこでじゃあ農地を借りたいんですけどって言ったところで、いや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 、君本当に農業やる気あるの、本当に君農業するつもりっていうふうにやっぱり疑心暗鬼になります。本当はなんか農地借りて転売したりとか、もしくはそこになんか建物建てたりとか、ダメだよそんなことやっちゃうって、本当に耕す気あるのかっていうふうに事細かく突っ込みが入りますで、と同時に、やっぱり農業委員会っていうのもやっぱり、まあ、農業委員会だけではなく自治体、県行政というのは農地が、やっぱりどうしても、おのずと手放さなければいけない状態、やっぱりご年配の方々が、もう耕作を放棄するっていう状態になる。でそうなったらそうなってまた困るんですよね。これも皆さんご存知の通り、農地というものは耕作されたものが1年耕作放棄されれば、また作れるようになるまでには1年かかります。2年放棄されたものは2年、3年放棄されたものは3年、4年5年放棄されたものはもうすでにもう手がつけられない状態になるっていうふうに、農地というものは、持続継続的に管理していくから農地としての機能を果たすのであって、もうほったらかしにしたら、まあ原理に戻るというかね、元に戻っちゃうんですよね、まあ、いわゆる農地として使えなくなるんです。でそうなると困るから誰かに使ってほしいなということで、まあ、新規で農業やりたいという人をしっかりと検査吟味した上で、だったらあなたここのところが空いてるよということで、まあ、貸してくれたりする、まあ、そういうちょっとすごい面倒くさい流れがあるんですね、ただここでポイントになるのは、その借りた農地がいい農地なのか悪い農地なのか、それ今から農業する人にはさっぱり分かりません。だって農業やったことないし。ところが我々ね、プロの農家は大体分かります。ああそこの農地はちょっと、斜めになってるから、右奥が水はけが悪いとか、あそこ水たまるから水どうのこうのとか、日陰だとか、土質がどうとか、あそこは粘土質だからどうとかっていうふうになんとなく経験と勘で、見ることができるわけですよね。そんなふうに新規で農業を始める人たちっていうのは、やった農地が手に入った、これで農業できるぞと喜んでますが、その農地は本当にポテンシャル、いわゆる農地の力、農地の力、土の力っていうのは高いんですか低いんですか、そんなこと考えたことありますかっていうような話なんです。長いね説明長いね。いわゆる良質な生産は畑と種で決まりますよ、まあまあ例えがね適切かどうか分かりませんが、母は大地、母なる大地と呼ばれます。そして種をまく、その母なる大地に種をまく、実り、いわゆる子孫が生まれてくるっていう風な生命の誕生
ここの部分で、まあ、あえて、土をお母さん母だとするならば、そこに種を入れる。いわゆるこれ人間動物も一緒ですよね、母体に精子を入れることによって生命が誕生する。もう全くこれは同じことが、まあ、農業でも行われるわけです。じゃあここでどうでしょう。お母さんがものすごく、虚弱体質だったり、もともと何かしらの病気を持ってらっしゃったりする。そこに健全な種を植えたところで健康的な赤ちゃんは生まれてくるでしょうか、みたいな話になるわけです。すいませんね、これちょっと男性女性をね、今の時男性が女性がっていう話はよろしくない時代に入りましたけれども、まあまあ分かりやすく例え話で、お話してます。これ逆の場合もあります。母が、健康体であったとしても、じゃあ男性の、精子が、じゃあ不健全でもしあったとするならば、また同じように健全な子孫は、子供は生まれてくるでしょうか、っていうふうに、この種と大地というものっていうもの、この2つともが健全であるっていうのが農業でいう大前提なんです。さあそこで種に関していう話をする。これは種屋さんが発芽率何パーセント、もしくは遺伝子組み換えというか、まあ、ハイブリッド化させたり、もしくは、病気に強い、耐暑性、耐寒性があるなどなど、品種を改良していきながらスペックの高い種をどん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 開発しています。ところがこっちの母なる大地のところはやっぱ賛否両論じゃないな、まあ、いろんな十人十色なんですよね。だから日当たりの悪いところもあれば、土質が悪いところもあれば、もしくは石がいっぱい出てくるところもあれば雑草だらけになるところもある。はたまた、水はけが良くて肥沃な大地のところもあれば、日当たりが良くて何を作ってもうまくいくっていうふうに、この母なる大地のポテンシャルで実はほぼほぼ影響されるんだよってことを知っておきましょうねっていうのが、まあ今回皆さん方に改めてお伝えしたい問題なんです。はい、でここで書いてありますと、良質な生産はその畑と種で決まります。そして健全な生育は苗の段階、つまり発芽して苗の段階、いわゆる、まあ、子供が赤ちゃんからだいたい小学校に入るまでにその人間形成、っていうのが出来上がるっていうことになります。さあそこでじゃあ良質な生産ができる農地、いわゆる畑田んぼとはどういうものなんでしょうか、ということで、じゃあ今日はまあ皆さんもう今すでに農業やってらっしゃる方は、そんなの今更ね聞いても仕方ないよって思われるかもしれませんけど、ちょっと改めてちょっと情報整理です。良質な農地、良質な田んぼ畑ってのは一体どういうものなのかっていうものをね、皆さん方で考えていきましょう。でそこで特に新規農業者さんにはね、これから有料農地を最初から手に入れるためにはどうすればいいのか、時間をかけて有料農地に仕上げる、もしくは農地を使わないと、まあ、いろんな方法があるんですけれども、まあ、ぜひね有料農地っていうものをね、まあ、見る目を皆さん養っていただきたいと思います。さあそこで、こう結論になります。有料農地を最初から手に入れる有料農地の見分け方、8科目あります。まず排水が良い、これも一番です。いいですか、いろいろいっぱいあります、いっぱいありますけども、排水です。まあ、排水はもう不可欠です。だからもう排水が悪いところはですね、もう借りない、もしくは暗渠パイプなどで排水を良くするっていうふうに土を改良していく、これ、物理性の問題なんですね。だからいくら栄養があろうと、いくらいい農法があろうと、いくら何とか菌を入れようと、もう排水が悪ければもう話になりません。で2番目が肥沃な大地、肥沃な大地というのは何かというと、やはりそこの土の中にある程度のミネラル分が豊富にある。まあ一般的に無機質な人工的な培土でない限り、土というものは雨、木、動物、いわゆる自然の摂理の中で動物がそこで死に、葉っぱが落ち、それらが分解されて微生物で分解されることによって、土の中にはいろんな微生物といろんなミネラルやいろんな栄養素というのがそもそも含まれているんですよね。でいうようなのが肥沃な大地です。そして3番目が有害物質を含まないということです。これまさかまさかまさかですけど、皆さん方が借りている農地が実は数年前にある建設会社さんがなんかね、いろんなものをぶっ込んで産業廃棄物を実はそこに入れて埋め立ててたりなんてした場合は、そこから数年後に有害物質が上がってくるなんてこともなきにしもあらずです。そんな風に皆さん、もしくは山の上から何かしらのが流れてきて、それが土に、ね、あなたの土に含まれるなんてこともなきにしもあらずです。もうこんな風に排水が良くなくて、土に無機質状態で何も含まれてなくて有害物質を含む可能性がある。もうそもそも
アウト。もうこれはね、どれだけ頑張っても一緒です。だから例えばじゃあ山下さん、うちの農地でね、ああしたいです、こうしたいです、サポートしてくださいって言って農地見に行くと、ああごめんなさい、これはダメだと。これいくらプロがやったって、そんな石が出てきたり有害物質が出てくるんだったら、これいくらプロの30年50年の農家がやったところで、これはもうお手上げですよ。つまり技術ではカバーできないような農地のポテンシャルっていうのがすごく重要になる。そして4番目が傾斜ね、で傾斜っていうことがないっていうのがやっぱり非常に大事。やっぱ傾斜があると、これね仕方ないですよね。例えばね、北海道の仲間のところのこの前農地見せてもらったら、こうなってるわけですよ。広大な土地があるけどね、こんなところでジャガイモできてるわけ。ところが我々は基盤整備できれいくね、広く平地で農業をやらせてもらってる、まあ恵まれてるよなと思って。で傾斜があると何がいけないかっていうと、当然高いところは水はけ乾燥しやすく、深いところが水が抜けにくいじゃないですか。でそんな原理原則からすると、均等に作物を育てるのにやっぱりやりにくいわけですよね。それよりもフラットになってた方がそれは栽培しやすい。そして日当たり良好、もうね、植物が育つ3原則で、光と水と CO2 っていうこの3原則があるんですけど、光と水と CO2、 光が一番なんですよ。もう今お天道様がね、雲でずっと隠れたら植物は育ちっこないんです。いくら水と空気、水と CO2 があったところで、お天道様が一番なんですよ。だから日当たりが悪いというのも致命傷なんです。つまり、ここまでの話をまとめると、水はけが悪くて日当たりが悪い、最悪ってことになります。だからそれはもう、どうしようもないんですね、はい。さあそして次、鳥獣害がない。今度は鳥獣害がないなんてやめてくださいよ。鳥獣害がない地域を逆に教えてって、ここ問題なんですよね。でこれもね、いろんな、ね、地域でね、熊本でもね、熊本ハンターって言って、鳥獣害にね真摯にね取り組んでらっしゃる宮川さんって方いらっしゃるんですけども、本当にね全国各地でこの鳥獣害っていうものをね、これ駆除するんではなくて、どうやって共存共栄していくか、どうやって、お互いが、損をしないような関係性を、いや同じ動物ですからね、同じ動物同士がどうやって共存共栄していくか、人間だけの都合で駆除していこうという発想は、まあ極力使わずに、どうやったらお互いがお互いを尊重し合いながら、いろいろ方法があるらしいです。もちろん捕獲というのもありますけども、そういったところもですね、できれば鳥獣害が少ない、あんまり被害がないと言われている地域でやった方が、それはリスクは下がりますよね。そして7番目が、前作何を作っていたかっていうことになります。だいたい農地をねお借りするときに、はいはい今日から農地になりました、なかなかない。もう何年か前、もしくは何十年も前からここは農地でした、じゃあここもともと何作ってたんですかって言ったときに、ああここでウリ科を作ってたらものすごくいいのができたよと、その後、セリ科を作ったらあんまり良くなかったよとかいうふうに、前作が何だったのかっていうのを見るとですね、だいたいそこの農地に合う合わないっていうのが分かります。でもう一個ちょっとここには書いてないんですけれども、そこの農地に生えている草を見てみきましょう。その草でセリ科の草が多いのか、それともシソ科の草が多いのか、それともイネ科の草が多いのかっていうのを見ると、だいたいそこの農地にセリ科やナス科、セリ科やシソ科やイネ科で、が育ちやすいというのがだいたいわかります。そして、8番目、これも物理的な問題、作業場から近い、ね、うち農場まで2時間かかります。2時間行って帰ってくるのに2時間、これちょっとね塩梅が悪い。いくら地が良くて、そこのポテンシャルが高かったとしても、あまりにもちょっと遠すぎるっていうのもちょっとね、まあ難ありということになります。つまり有料農地という8ヶ条というのは、排水が良くて肥沃な大地で、有害物質が含まれてないで、傾斜が少なくて日当たりが良好、鳥獣害が少なくて前作が良い作ができていて、作業場から近い、これをいい農地というふうに言います。はい、こんな農地を手に入れたらおめでとうございます。もう農業で成功する確率がブン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 って上がっていく。いや山下さん、これね全部、うちないんですよって言ったら、成功する確率がうーんって下がってきます。これもう仕方がないです。あなたの努力以外の、もうそもそものポテンシャルの問題になりますからね。はい、ということで、できればそういうね、ちょっと良くない農地をもしね、手に入れたとしても、やっぱり排水が悪ければ排水工事を怠らないようにしないと、どれだけやっても無駄ですし、やっぱり良質な肥沃な大地にするために、やっぱり有機物を入れていくであったり、有害物質を取り除くのはね、もしくは土俵を剥いだり天地返したりとかいう方法もあります。傾斜にあたってはやっぱり造成工事が必要でしょう。日当たりが悪い場合は、その日当たりがね、もし杉の木とかだったら切ることが可能ですけど、まあそれがね、よそ様の森とか林だったら簡単に切れないですもんね。ましてそこにね建物とかあったらもう最悪です。そこの建物どいてってわけにはいきませんからね。
そして鳥獣害っていうのはやっぱりそれなりにね、先ほども話した通りどうやっていろいろね勉強されて先駆的にやられてる方々にちょっとこれ学びをねこうましょうこういましょう。そして前作が悪いっていうのはやっぱり土壌分析して何がどんなふうに悪いのかってしっかりデータを蓄積する。そして作業場から遠いっていうものは、まあ、万が一ちょっと離れたところだったら頻繁に通わなくてもいいような、まあ、農産物に、まあ、やるっていうふうな戦略もあります。さあということで、まあ、農地は最終的に、まあ、私がね、まあ、借りてた、ね、農地もねすごくも荒れ地でした。でそれをやっぱり半年かけてずっと草だらけの耕作放棄地をね何回も何回も耕してやっと作付けができるように、まあ、変えていった。つまり農地を農地として使うためには時間がかかるってことなんです。はい、だからいやもうそういう農地は使いたくないよって言って新規農業者もしくは企業の農業参入でもう花から農地を使わないということで水耕栽培だったりこういうバック栽培ねバックの中に、例えばココヤシのね、やつをこう入れてるやつそういうこのバック栽培であったりとかでこれ溶液でこう管理するみたいな農法も今かなりポピュラーになってきています。うん、で、私も正直こっちの方があのおすすめしやすいです。なんでかというと計算しやすいし農地のポテンシャルに振り回されることがないですからね。でもあじゃあこっちの方がいいじゃんって思われるんですけどこれもお分かりの通りこっちの方がお金がかかるってことになりますよね。はい、ということで今日はね生産は農地で決まるっていうことで、まあ、皆さん方がどれだけ頑張っても皆さん方の母なる大地というこの大地にのポテンシャルの分しかそれを上回るような生産性は高くことはないということでこの農地を選ぶ農地を手に入れるこの優良な農地と出会うこれは実は農業者にとって不可欠なスキルになるんだ、まあ、こういったお話をね今日はさせていただきました。はい、ということでね、まあ、いよいよね伸び地セミナーも今度ありますんでそこでまた栽培に関するね深い話をねぜひさせていただきます。ぜひ皆さんこちらもご参加いただいてみんなで一緒にねやっぱり優良な農地優良な、環境を整えてそして、安心して供給できる安心して生産できるそういった農業をね目指していきたいなというふうに思っております。はい、ということでね今回これで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。こちらの農は耕せましたでしょうか。農美次会一歩先行く農業者のオンラインコミュニティぜひご参加ください。他の農家さんってどうやってるんだろう今の自分のやり方って本当に合ってるんだろうかそして新しい農業チャレンジしたいよっていう方々全国からたくさんご参加いただいております。今ですね農美次会にご登録いただきますとなんと有料動画これがですね173本見放題になっています。他にもですね、まあ、有料の、1100円でですね農ビジビップ会員というのがあります。こちら4つ特典があります。1つはですね、農業ビジネススクールの動画がなんと無料で、見ることができます。他にも毎月開催しています農ビジ会、ね、農ビジセミナーの、受講がなんと無料で、ご参加いただきます。他にも毎月オンラインライブ相談会っていうのをやっています。こちらも無料でご参加いただきます。他にも個別相談もなんと初回無料で対応させていただいております。お申し込みはですね農ビジオンラインで検索してみてください。さあ私と一緒にこれからの農業一緒に農を耕しましょう。